新宮下橋は、福島県大沼郡三島町にある道路橋である。当ページでは旧道にあたる宮下橋についても述べる。三島町中心部東側で一級水系阿賀野川、水系畳川支流である大谷川を渡り、国道252号宮下バイパスを通す。東詰めは、三島町台、上る。東詰めは、三島町宮下に位置する。 1989年10月13日に、宮下バイパスの建設に伴い開通した。下り線側に歩道が設置されており、従来と比べ歩行者安全性が増している。東京寮の完成により、近隣にある JR 只見線大谷川、京梁・福島県道237号、小栗山宮下線宮下橋と合わせ3つの上地、四季アーチ橋を望むことができ、 全国的にも珍しい鉄道撮影の人気スポットとなっていたことから、三島町観光協会や宮下地区の住民の手により、立木の伐採などのビュースポットとしての整備が行われ、宮下、アーチ三兄弟と名付けられた。春光都市順に、大谷川橋、梁、宮下橋、東京梁がそれぞれ長男、次男、三男に当てられている。新宮下橋の旧道にあたる橋梁であり、 現在は福島県道237号小栗山宮河川を通す。当地には1928年に木造トラス片杖橋が架けられ、1956年に現在のアーチ橋へ架け替えられた。現存する RC アーチ橋としては福島県内の道路で最も古いものの一つである。宮下アーチ三兄弟では次男に位置づけられている。 ありがとうございます。